おはようございます。今日はエビダンスライブ当日エビダンスライブ2023、初日でございます。今回のエビダンスライブはなんと史上初の3回公演。まあ今回はなんかこう今までのエビダンスライブとちょっと違ってこう全体曲も多かったりとかいろんなグループとの絡みも多いんでまた新たなエビダンが見られると思います。進化してると思います。まあでもこう夏のイベントということで、まあ、まあねエビダンが来ればね夏だなーって感じるでしょ。サマーってねえ。頑張ります。もう今日でこの編集全部言い切ったね。もう終わったね今日。いやまだまだ出演もう終わった。もうあのコメントでしたけど今回あのあんま出ないね。え誰だったの。僕田中さんがあんま出ない。いや上村だよ。上村だよ上村だよ集が TikTok に上がってる。本当にやったね。安心したよ。これも今までのエビライと違うのがそのシャッフルも本人役がちょっといるっていうことなんだよね今回。あ、ご本人がちゃんとそう、何人かいるの。はいはいはい。そうで、そのワンワンオンリーその今回のシャッフルにいるっていうワンワンオンリーの謹慎役で、ね、ご本人登場ですか。ご本人登場、まあなんか登場、まあ別にみんなで一緒に登場だけど。ああ、なんだ。そうそうそう。謙信はそこから出てるわけ。いやいや、なんかそんな美味しいわけではないです。そんなことない。一緒に出ます。ワンワンオンリーとしても出ますんで。はい。顔面狂気として出るんでね。顔面狂気として出ます。どの辺が狂気なんですか。顔面にまずこの眼光。あ、眼光？あ、そこがもう鋭い。うん、狂気。おお。画面狂気2。画面狂気2。うん、何があります？え、そうです。ちょっと僕には分からないですけど。分かんないですよね。分かんない。骨格とかじゃないですか。骨格ね。確かに確かに。外国人かのように。思ってますそれ。いや、綺麗な顔すると思いますよ。ごっちゃしぐらいですか。2つぐらいですか。はい顔面狂気なんですかね。だって自ら言ったんじゃないの。え、俺じゃないですよ。あ、違うの。あれ、浜岡本さんに言われたの。あれってなんか、浜岡本さんのラジオでテッタとハヤトが出てた時に、うん、そのメンバーを紹介するときに、うん、なんかテッタとかハヤトが僕のことをなんか顔面狂気だみたいなこと言ってからなんかここまでなった。勝手に言われて勝手になんか顔面狂気って言葉だけが一人歩きしてなんかいやいや俺知らないんだけどと思ってそう俺がケンシだからそれぞれのメンバーの自己紹介を してくれっていうのでケンシンって言われたときに高身長ってみんな言うじゃん、うん、でもシンプルに顔イケメンじゃないですか。めっちゃそっちを言った方がいいなと思って顔面狂気って言ったらもうワンエンの良さを広めます今日は。そうですね、この3公演でね。何人ですか。新規スタッフゲットしますか。目指せ1万人。1万人いく。1万人1万人いく。 OK 1万人。そうそうそう。何弱音吐いてんだお前。お、あ、3分の 1?3 分の3でしょ。何言ってんの。よく聞いてくれましたねワンエンオンリーのキラリカフェの限定のクレープです。ワンエンのカフェクレープ。いや、これはエビダンのクレープなんですけど僕が買ったからワンエンのこのシールを貼ってくれたんです。来てくれたんですね、今日は。あざす。1日目から1日目からしっかり。明日も3公演あるんでこれもう何本立てになっちゃうんだろうね、今回。いろいろ解禁されましたよ今回のエビライ。ちょっと瀬取りもね、特殊なんですよ、めちゃね。いつもと違うので、うん、会場がやっぱ、でかいっすね。でかいっすね、マジでやばいよね、代々木やばい。代々木はやばいっすよ。もうなんか触れてほしそうな顔をしながら携帯いじってるもん、もう。もう俺は今携帯見てますよっていう顔で、ほら映してくださいって。もう一回今スンってしてますって。ほらもうこれまでがセットですからこの足掛けどんなおめえ。おー脱皮した。すごい。
高く見るわけないじゃんよスマホこんな目線でどうですか調子は。絶好調です。絶好調来ました。もう固くなにカメラは見ないよっていうそのね、まなざしがいいです。もう絶好調ですから。よくないよそれ。何がなんで俺携帯してて良くないよなの。来たエンジンが来たいいね。じゃあ何リラックスダメなの。おはようございます。やっと来た、起きた、やっと起きた。常にエンジン全開だね。そうですよ。そうだね。今からでもね、本番じゃないですよ。何食べようとしてる。投資リハ良くない。それのなんだけど。別にいいじゃん、俺がキープしてたやつ。良くない。はい、セット。今から投資リハなんですよ。あ、もう通すんですか。本番じゃなくて通す、一回通すっていう。今確認し終わったので二公演するみたいなもんだよ。そうで気合入れて。はい、気合よ。ワイオンリーです。エビダンスライブ楽しんでいきましょう。いい感じじゃないですか、エビダンスライブ。盛り上がってますね。バタバタしすぎじゃないですか。いやね、すごいバタバタしますね。すごいバタバタしますね。まあ、これも今回のエビダンスライブというさ、この疾走感ですよね。ね、レイチェルは、はい、腹チラしないの。しないです。しないの。しないですよ。関さんがすごい腹チラ。おお、それはもうあれですね、サダコード関係ない。関係ないです。バキバキです。いやもう本当に今回怒涛なんで。怒涛だね。ありがたいっすよ、忙しいってことは。個性が結構出てる今回ライブっす、マジで。それぞれイケメンパラダイスでしょ。イケメン、イケメン懐かしい。イケパラ懐かしい。え、あれ、そうそうそう、俺も見てた見てた。好きやらば携帯じゃない。いや見てた見てた。イケパラね。2日目の夜は来るんですか。いやこんな感じだったらいいかなって。おーい俺出るとこ来ないやないか。出番がね、切り替えが難しくてちょっとねヒヤヒヤしてます。頑張って頑張ってます。なんか今回のエビライは例年と違って、うん、すごく目まぐるしく進んでいくので、うん、このグループが何分やるとかないんですよ。だからあっという間に終わるなっていうのが率直な感想です。目まぐるしかったですよ。はい、結構出っ放しなんで頑張ります。兄ちゃんと絡み見てて、はい、いいね。二人とも照れ笑いする感じが、二人とも似てんなと思う。あ、その照れ方超似てんなと思う。全然。こんばんは、もっと。もっと。だから高尾兄弟やばかったよ。何がやばかったんですか。あの二人。で、高尾兄弟の恥ずかしかったと思う。リハは。リハはだから。多分。多分あれ、ちょっと今日元気ないですね。いつもエビラだと。すげえ気持ちが上がる。なんか今日おかしいな。いや、今日だっていろんなとこ行きたいんですけど、それどころじゃねえっすよね。それどころじゃないんですよ、ね、申し訳ないっすね。誰に任せよっかな。いや任せないよ。え、行かないよ。誰も行かないの。行かないよ。スタちゃん、スタちゃん、スタさんに任せましょう。無理だよ。ワンエンディーはワンエンシーも映さないで。無理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 、申し訳ない。無理無理。今日これでいきます。ちょんまげ昔の 2PM みたいな。めっちゃ昔。めっちゃ昔。ヒュー、すごかったじゃないですか。何ですか。ラップ一発目。これ一発目なのよ今日。新曲は新しい全体曲なんですけど、今回の結構ラップするんで見てほしい。ジャン君とスレンダーみたいな。スレンダー。あ、イメージ。はい、網だくじで
ソイヤ入りしたと思えないクオリティ。めっちゃかっこよかった。めっちゃ楽しい。あのままグループにしてもいいんじゃないかな。そうですね、はい、あれでデビューしましょう。あれでデビューした方がいいと思います。早瀬が生き生きしてる。あれなんか生き生きしてないみたいじゃん。まあ、じゃしてますメーラー君。え、いや、インベーダーの方がなんか張り切ったっすよね。ね、いや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 、ちょっと待って、こういう振りあるよね。そんな可愛くやってないね。青っぽっ。いきますか、突撃しに。じゃあ、え、今しかないよ、うん。ありがとうございます。いいんじゃない。優しいな。いいんじゃない。今年暑いよ。